私今日から住むところどんな感じかな、どんな感じかな。いい、こんな感じ。入り口はな、はいはいはい、あの荷物があってちょっと狭いんだけど、で入ってすぐに下駄箱があります。でまあ、あんまり服入れるところないから、ここにもう服とか置いてあるめっちゃトイレットペーパーあるそして右行ったらキッチンと冷蔵庫あります。今あんまりご飯とか入ってないけど、スカスカで、なんか壁なんかこれがついとってさ、防音になっとるかな。なんか結構隣の家聞こえなくてさ、めっちゃいいここで。まあ普通のキッチンでプロテインと G フュールがあります。これピューリーパイがいつも飲んでるエナジードリンク。俺バケツドラム叩いてる時にこれなんかたまに飲んでる。まあまあ普通こんな感じこの上の残されたご飯絶対食べない絶対食べない。で後ろ見たら部屋全体が見えます。なんかテレビもあるけどまだつけたことない。でこういうものはまあ元々あったもの、もう全部韓国語だからもう分からないけど。でゴードのパソコン、俺ここ入ってきたんだけど Wi-Fi 使えなくて、そのなんか壊れてるみたいで、明日人が直しに来てくれるけど、それまではなんかこれ貸してくれた。これで Wi-Fi がつながるみたい。タオルがきれいに並んであります。でゴードのベッドで窓を覗いてみると雨降ってます。でこの場所一番いいことは、あの反対側もう あの辺ぐらいにあのダンススタジオがあって、俺毎朝そこを3時間借りてバケツドラムの練習してる。めっちゃ便利、なんかすぐ行ける。板橋区に住んでる時はさ、チャリで30分かけてあの池袋のスタジオに行ってるけど、あのここはもうめっちゃ近い、もう1分もかからないぐらい近くて朝めっちゃ楽。そしてここ開けてみると洗濯機、トイレ、あとなんだっけ、洗面台とシャワーはね、シャワーねこの部屋になってるから、ここでもうシャワー浴びながら 洗濯物も回せるから、うん、ちょっと狭いけど、まあこんなの一人暮らしには十分やな。そうこれね、シャワーシャワー。みーさん、これは今日からゴードが住む家なんです。そしてお姉ちゃんの家がもう歩いて5分もかからないところにあってめっちゃ便利。もうスタジオもその毎朝すぐ行けるし、すぐお姉ちゃん家に行けるし、悪くない悪くない。これ Airbnb で撮ったんだけど1週間で4万ちょいぐらいかかるんだけど、まあ十分ですね。ずっとお姉ちゃんの家に、まあ、住みたかったらそこで全然タダで住めるけど、まあちょっと自分の空間があればもうちょっとね作業とか仕事が進むかなと思ってね。あのスタジオも近いしさ、毎日スタジオ行ってドラムの動画もそのツッコミゴードの動画もたくさん作って出せば、まあこのここで払ってる家賃の元取れるかなっていう感じで頑張っていきたいと思いますね。ライトもおしゃれやな、ライト。おしゃれ。もう何よりちゃんとしたキッチンと、あのここ机があるのが嬉しい。本当に嬉しい。これから韓国の3週間楽しむぞ。まあいやじゃなくて頑張るぞ。またね。